どうもこんにちはえー、っと今回はね「Amazon 世界最先端の戦略がわかる」という本を読んだので、まあ、そこのね興味深かったところを簡単にまとめてみましたと。で著者なんですけどね著者はもう有名な成ことさんですよね元マイクロソフト代表取締役社長と、まあ、そんな人がこの Amazon のね、まあ、の分析をした本ということで、まあ、非常にね まあすごい本だと思いますよ。まあ、めちゃめちゃ面白かったですね。めちゃめちゃ面白かったですし、もう Amazon 怖いと思いました。えー、まあ、怖いっていうのはその、いい意味は怖さなんですけど、ほんとすごいなと思いましたね。うん、まあ、ジェフ・ベゾスさんっていうのは、まあ、化け物なんでしょうね。いでね、あの 元マイクロソフトの代表取締役社長がですよ、アマゾンのビジネスは経営学の革命って言っちゃってるんですよね。まあ、これはね、もう読んだ方がいいっしょね。何、えー、なんでしょう、もうこれ、すごいと思いますよ。本当にすごいなぁと思いましたねで。ネットとリアルの境界をなくした最初の存在らしいんですよ。うん、まあなんかね、そんな感じですよね。な、え、ん、ー、でしたっけ、アマゾンのスーパーとかもできてますし、まあ、徐々にそのネットと リアル教会をなくしたって、まあなくしていく感じなんですよね。このネットリアルの境界をなくすっていうのが、まあ僕はのマトリックスって映画が好きなんで、なんかまあそういうね <laughs>、まそこをなんか想起させるような感じなんですけど、まあそれと関係ないですね。はい、じゃあ えっ、ー、とね、Amazon の本当の強さってなんじゃいって、まあ、僕たちは普通に Amazon 使ってたら、あなんかプライム会員とかになったら、次の日か翌日ぐらいに早く届くよねみたいな、便利だよねって感じなんですけど、違いますね。企業向けサービスっていうのが強いんですよ。で、その次の2つが Amazon の料理人と、ナ、まあ、るケさんはね、書いておられました。AWS と FBA ってやつですね。こっちの FBA っていうのは意外とやってる人。 いいるかもしれないです、ね、あのセドリとか聞いたことないですかね副業で有名なセドリですよねえアマゾンに倉庫を借りてそこにボンボン商品送り込んだらあとは勝手にアマゾンさんがええー、決済とか配送までやってくれるんですよ僕も実は言うと FBA やったことありまして、まあ、非常に簡単なんですよね非常に簡単で本当にアマゾンなんか商品手に入れたらそれを段ボールに詰めてアマゾン宛てに送るだけなんですよそしたらあとはもう勝手にやってくれるんですよ アマゾンさんが、まあちょっと手数料高いんですけど、まあでもそれを差し引いても、まあ、スーパー便利なんですよね、スーパー便利。あと AWS っていうのは、うーんとね、まあこれはアマゾンウェブサービスだったかな、まあそんな感じの、うーんとね、なんて言うんだろうな、まあ要はサーバーとか、うん、そういうのをやってくれてるんですよ、アマゾンがもう超でっかいやつ持って、やってくれてるんですなんか Google とかマイクロソフトっていうイメージがあるんですけど、今その一強らしいですよ、アマゾンが一番やってるらしいんですよね、これ。 で面白いのがこのサーバーをね CIA が利用してるんですよ CIA が CIA ってあのアメリカの、えー、機密情報機関みたいな、ね、あの機密情報を取り扱う機関ですよねその CIA さんがここ利用するってことは AWS 利用してるってことは超セキュリティとかがしっかりしてるんですよだからあの、まあ、それが宣伝効果になったらしいですねそれまでは IBM のサーバーとかを利用してたらしいんですけどもう今は うんアマゾンを利用してるってのことですね、CIA。えー、もう日本でも多くの企業が使ってるらしいですよ、AWS。はい。で、えっ、ー、とね、アマゾンもね、独占企業って話なんですけど、アマゾンはアメリカのネット通販市場では約ね、4割,をシェ4割のシェアを占めてるらしいんですよね。でも、ネット通販っていうのが、えーまあ、小売業のね、1割程度らしいんですよね。だから、まあ、全然、独占企業にならな,ないらしいですね。えー、売り上げ全体で見ると、シェア 4%, 割4程度らしいんですよ。 まあ全然少ないよってことなんですけど、まあでも4%占めるってすごいっすよね。<laughs> 4%占めるってのは、まあすごいことですよね。まあでもそれだからこそ、その法的に排除するっていうのは無理らしいですわ。ほい。ーでね、あ,あ、そうそう。AWS ね。AWS ね、この本にもめちゃめちゃ詳しく書いてあって、これ読んだ方がいいですね。すごい面白いですよ。世界のアのね、3割を占めてるらしいです。おお、これもねおそ、恐ろしいですよね。で、もともとはそこってマイクロソフトとグーグルの戦況だった領域なのに、今はもうね、アマゾンさんが来てるらしいんですよね。いやー、すごいことっすよ。 あ,あと、フードスタンプね。これもすごい面白かったですね。フードスタンプ。あまあ、これはいっか。ちょっと置いときましょう。あ、アマゾンとね、楽天の違いっていうのもね、すごい面白かったですね。楽、楽天っていうのは、その場所を貸してるんですよね。楽天市場に出店していいっすよって。出店していいっすよって。そこに出店したら手数料としてお金取っていくシステムなんですけど、まあ、だからこそ,そ、商品のコンポートとか発送っていうのは、出店業者が勝手にやってくださいね、みたいな。勝手にやってください。まあ、メリットとしては、楽天自身で物流も持つ必要がないんですよ。でも、アマゾンっていうのは、 えー、商品の販売やっちゃすよだから物流網が必要なんですよね、まあ。これね物流網を整えるとかその在庫管理とかねそういうのってすっげえだるいんですよね。すっごいだるいんですけどもうそれを整えちゃったらあとは無敵状態あとは無敵状態なんですよね。でそのまあ何か売れたかとか分かりますよね。その まあ物売ってるんですからまあだからそのデータを全て管理やっちゃうんで、もうそれはもうね、この人はこういうの買うなとか、あの人はこう、ああいうの買うなとかがもうどん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 分かっていくんですよね。で、この人は定期的にこれ買うなとか、どん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 分かっていたら、もう本当に効率化ができまくるので、やっぱアマゾン強いらしいですね。で、楽天とアマゾンってほぼ同じぐらいの時にできたらしいんですよね。えネットに、ネット上になんかこう、売るもの作ろうみたいな。でも、差が出てしまったと。アマゾンと楽天で。 最初は楽天の方がスタート良かったらしいんですよ。だってまあ物流持つ必要がない、持つ必要がないビジネスモデルなんでね。でもアマゾンさんはそういうのコツ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 コくって、まあ、今ではね、すっごいとこになっちゃいましたよって話です。ああ、このね、ダッシュボタンもね、めっちゃおもろいですね、ダッシュボタン。ダッシュボタンって知ってます使ってる人いるかわかんないですけど、あの、ポチッと押したらなんかすぐ届けてくれるやつですよね。で、これが何がいいかっていうと、例えばね、あの洗剤やトイレットペーパーっていうのは日常に必要だけど、まあ、特に思い入れないじゃないですか。まあ、なんか、えー、何あの ドラッグストアかドラッグストア行ったら安いもの買おうみたいなそれぐらいなんですねだから消費者としてはもう何を買ってもいいですよね何を買ってもいいからこそメーカーっていうのは莫大な広告費を投じて選んでもらおうと思うんですよね CM とかバンバン使って、えー、自社がいいよってまあ記憶に留めたいって感じですよねでも一度 Amazon ダッシュボタンを購入したらその人は Amazon ダッシュボタンの電池が切れるまでは永遠と同じ商品を買うんですよつまり、えー、莫大な広告費をかけなくてもよくなるんですよね すすごいですよねその商品、商品の乗り換えリスクがなくなるんですよね。Amazon ダッシュボタンがある限り。いやこれがね、非常にね、面白かったですね。ここもね、読んでもらいたいところですね。えー、っと、あーア z o n の純利益ってのすっげえ面白くて、アマゾンの純利益って、えー、2017年の時点で約30億ドルらしいんですよ。で、これがトヨタの8分の1程度なんですよね。 全然少ねえじゃねえかって話なんですよ。でもそれが過去最高なんですよ。いやあのアマゾンがですよ。あのアマゾンがら、全然純利益出してね。じゃ何やってんだっつったらもう投資やってるらしいですよ。まあ、ガンガン投資やってるらしいですね。えー、まあなんでそんなにガンガン投資できんのって話なんですけど、まあこれもね、この本の醍醐味なんで、ぜひとも読んでもらいたいところかなと思います。 で、これからのアマゾンっていうのもすごい面白かったですね。ファッション。ファッション業界ってらしいですよ。えっ、ー、とね、東京ファッションウィークの正式名称って今もアマゾンファッションウィーク東京らしいですよ。アマゾンがスポンサーらしいですよね。えー、あと銀行ですね。銀行もアマゾンが乗り出しそうという話らしいですね。うん、ここも非常に面白かったですね。ということで、まあとりあえず面白い面白いばっかりで、一体どういうことちゃってぐらいなんですけど、まあ、面白いですね。<laughs> 非常に面白い本なので、まあぜひ読んで見てもらえたらなと思います。まな学べる、まあ学べることっていうか、 ななんだろうないやこんなことするんだみたいなジェフ・ベゾスコアみたいな感じの本だなと思います。はい